原作だとこのシーンってどういう表情だったかなとか、なんか僕は表情とかを大事にしたいんで、なのでキャラ表にある表情がことごとく使えなくて、なんか皆さんには迷惑をかけてるっていうか、 CG があってそれに顔をかぶせてるところですね。これがコンテって言って、これがそのアニメの設計図といいますか、これをもとにこう僕らは作画をするんですけど、まあでも基本は原作見ながら描いてますね。どうも、半田さん、お久しぶりです。どうも、お久しぶりです。だいぶ固くなっちゃうけどね。こういうインタビューだったら固くなっちゃうけど。ええ、すごい、大好きなものだらけの。そうですね。半田さんの城ですよね、ここ。そうですね。半田さんの話に聞いていた城を見れて、今日楽しいです。ありがとうございます。いえいえ。見てってください。見てさ。なんかやっぱ世代なんで、マトリックスとかは好きですし、でアイアンマンとかも好きですし、スパイダーマンも好きですし、アベンジャーズも好きだし、スターウォーズも好きだしっていう感じですね。見ていただければわかるっていうか、そうですよね。ここにあるものを見れば、それがもう物語っていう感じですね。そうですね。どれぐらいの時だったんですか？読んだのは中学の時に、友達の家に遊びに行ったら、置いてあって、それを読みましたね。それですげえ面白いと思って、ですぐ買いましたね。虎視眈々と、いつかアニメ化しないかなと思われてた。そうなんですよね。そうスプリガンやっぱすごい好きなんで、なんかアニメ化したいなって。したいなっていうか、なんかしないかなとか思ってたりしてたんですけど、でもやっぱ古い漫画なんで無理だろうなってずっと思ってたんですよね。そのスプリガンのアニメ化が今その水面下で動いてて、でその会社のコンペをやってると、ですごい探したんですよ、自分でっていうか、そのこう会った人にいろいろそのスプリガンがなんかどうもどこかでやるらしいんだけど噂聞いてないですかいうのをいろんなプロデューサーとかに聞いて回ってたら、なんかデイビッドでスプリガンやるんだけど、半田さんって確かスプリガン好きでしたよねみたいな。でそれでそのキャラコンペとかがあったら、そのやらせてほしいって言ったんですよ。なんか結構いろいろなんか模写したり自分なりに書いてみたりとか、なんかいろいろやってたんで、仕事の合間にスプリガン書いて、で今スプリガンやってるじゃないですか。だから合間がなくなっちゃったんですよ。合間に書くものがなくなった。そう、合間がなくなっちゃって、どうかなと思ってたんですけど、先生たちがもうぜひよろしくお願いしますって言ってくれたんで、やったーっていう感じですね。バーサーカーかな、ね、やっぱり自分はバーサーカーがすげえ楽しみで、お客さんに見てほしいのはでも、どれもおすすめだけどな。なんか各エピソード結構色がなんか結構違うと思うんで、そこもなんか楽しんでくれるといいなと思いますね。なんかシリアスな回があれば、なんかちょっとこうギャグっぽいなんか話とか、帰らずの森とかもなんか最初どうなるかなって思ってたんですけど、結構そのお峰と吉野と暁の3人のなんかちょっとコントみたいな感じになっててすごい面白いっていうか、やっぱお峰はやっぱ楽しいですよね。なんか好きなキャラクターなんでやっぱ楽しいっていうか、下まつげ描くのがちょっと大変なんですけど、でも楽しいですね。あとはやっぱ吉野が楽しいですね。表情がコロコロ変わるんで、いろんな表情を描けるっていうか、そうですね。いや、やっぱ女の子描くのが楽しいですよ、アニメーターは。あとはそうですね、これから描くのが楽しみなのはやっぱマクドガルとか楽しみかな。そうですね。あとジャンもやっぱ楽しみですね。
マクドガルはそうですね、やっぱ楽しみかな。あとはボーとかもやっぱ楽しみだし、うん、ってなると全部じゃんってなっちゃうかな。そうですね、うん、そうですね。おみなえの学校パートとかもちょっとこれからやっぱ楽しみですね。どうなんですかね、思いは俺のスプリガンを見やがれって感じですけど、なんかこうすごい好きな作品なんで、原作ファンだけじゃなくて裾野を僕は広げたいんですよ。そのなんかやっぱ面白いんでみんなに見てもらいたいっていうか、面白いでしょってこう若い人とか、そのスプリガン今まで知らなかった人とかにもなんかこうなんていうんですか、見てもらいたいっていうか、なのでなんかそのデザインも原作に完全に似せてないっていうか、少しそのちょっとそのなんていうんですか、とっつきやすいと言いますか、見やすい絵柄にしたつもりではいて、多分僕らの世代が死んだらスプリガンのことは忘れられちゃうと思うんで、その後世にも残していけるようにというか、なんかそういう思いはありますね。このオリハルコンのナイフとてめえの装甲、どっちが強えか。